安藤氏の乱は、鎌倉時代後期、蝦夷の放棄と安藤氏の内紛が関係して起こった乱。蝦夷は犬が主体であると考えられている。蝦夷大乱、津軽大乱とも呼ばれる。発端は、1268年に津軽で蝦夷の放棄があり、蝦夷大官職の安藤氏が撃たれた事件である。この時期には、岩長が日本に通行を求めており、 日蓮は、エゾの乱と並立して国難であると警告している。エゾが放棄した原因については、特捜権力の拡大で収奪が激化したこと、日時ら僧による北方への仏教不教や、また元朝が、カラフトアイヌ政党を行っていることが指摘されている。さらに三百十八年以前から続いていたと、見られている大、大安藤永と,と安藤との間の、 内粉に1320年ではの絵図の再放棄が加わった。内粉の背景には本来の僧侶であった五郎家から太郎家に着流の座が移ったことがあるとする見解がある。1322年、紛争は特捜家公文書の裁定にかけられたが、堀れ期間期等によれば内官僚の長崎高助が対立するニアの安藤思想法から賄賂を受け相方に下示したため、 紛糾したものであり、江夷の放棄はそれに付随するものとして書かれている。1325年、徳宗家は江夷大官職を末長から末久に変えたが、戦乱は収まらず、かえって内紛が反乱につながったと見られている。なお、諏訪大名人へ言葉には、両者の根拠地が明確に書かれていない。末長は、西浜織筆跡末久は、 外浜内松部に城を構えて争ったとする説と、その反対であるとする説がある。その後も末永は、徳宗家の最低に服さず、戦乱は収まらなかったため、翌1326年には古内司書工藤定優が追悼に派遣された。定優は、旧暦7月に、末永を捕獲し、鎌倉に帰還したが、末永の老党や悪党が引き続き放棄し、 翌1327年には幕府軍として宇都宮高佐田、小田高地を再び保険し、翌1328年には安藤氏の内紛については和談が成立した。和談の内容に関しては西浜織秘跡などを末永の一族に安堵したものと考えられている。末永のその後の消息は不明であるが、 処刑図や伝承等から港上国系安藤氏との関係を指摘する見解がある。この欄の詳細については不明であるが、大内人の紛争を特捜家が処理できずに幕府軍の派遣となり、さらに武力により制圧できなかったことは遠い成敗権の同様であり、幕府に大きな影響を与えたという見方が定着している。は 恵比寿的と認識されており、現行の頃と同様に、遺族幸福の祈祷が行われている。後世に成立した史書においては、エゾの乱は1333年に滅亡する、幕府の腐敗を示す例として評され、幕府衰退の永遠となったとする見解もある。岡田2006年、P377 本号2008年、P333、斉藤敏夫。 安藤氏の道街道は大陸に通ず、東北街道会議第5回交流会青森大会、報告書、P34 ヘビー村へほか2002年、ピアニッシモ、191から192黒島2013年、P103、孫ピブンミでは、宇都宮佐だつのことしている。元徳2年、安藤高敷譲り城に、関、集前をを除くとある解放1996年、 大石ほか2009年、ありがとうございます。